さあパッと撮るのに携帯の方で撮ってますけど、ということで、ね、今工事前に乗ってきました。220円ね。で220円、片道220円で、でも目の前にほら駐車場、これ便利じゃないですか、はい、これは大成功ですね。これ700円やったらちょっとどうかなっていう値段になるところでしたけど、これね、あ、じゃあここはあれか、ここはあれだ、土日700円のところですけど、もう一つ先か、あっちやな、あ、もう一個乗って向かったんかな、特定日は900円なんや、ここね。まあその見方にもよりますよね、まあ、中心部しか見やんのにね、こっちの方かってもあれですけど、まあ私の場合は何やかんやってこうぐーっとね、ちょっと歩くエリアが広いですから、そうするとね、中心部に止めてこっちの方までフラってね来てしまったら、ね、中心部に止めてこっちの方まで来てしまったら、また戻ってかないといけないじゃないですか。結局これでバスに乗ってしまうにしたってね、料金かかっちゃうじゃないですかね。そう考えたら、さあ、ということでね、鶏肉の専門店、柏ですね、鶏肉の専門店ですね、あるんですね。大体こういうところはね、あ、惣菜、唐揚げかなんか取るかなと思ったら売ってましたね。ちょっと後でまた写真でこう出しときますけど、これいいですね、桃焼きってなってましたね。唐揚げも売ってましたし、美味しそうですね。300円ね、うん、多分国産鶏オンリーでやってる感じですから、あ、もう一つ先まで来てよかったんや、そこにバス停あったんやな。あ、でもおかげでこれね、今取り替えました。鳥吉さんってなったら、あ、これ読み方は一緒だよね、私が普段よく買いに行くあの鳥吉さんとね、これはよかった、いいのがいた。オフ EV 走らしとるや、70、さて、生産だけしとかんとね、生産だけしとかんと飽きませんけど、途中でね、またね、食べてね、まあ、さっきの画像はまた、紹介したいと思います。多分満喫からどこかで、一休みはすると思いますんでね、はい、どうしようかな。ね、こっからやとね、結構微妙なんですよね、名阪国道の方に行くにしてもね。さあ、何番やったっけ、まあ、とりあえず払ってね、行きたいと思います。